調子がいいチームはどんどん順位は上がってきますしね、今日のゲームでも勝ち点差詰まってますから上位に行くかどうかというね、非常に大事なゲームになりましたね。2022明治安田生命 J2 リーグ徳島ヴォルティス対ジェフユナイテッド千葉14節今開幕しました。まずは前線にロングボールを送っていた千葉、チアゴデレオンスいきなり狙ってきます。ワンツーで抜けていく、さあ裏に飛び出した、クロス送ってマイナスの角度、秋山が回収、後ろからシュート、田口左足でミートしていきました。 いい形作れてますね。阿部から西谷、間で受ける児玉、中に切り込んで審判はアドバンテージを見ています。さあ間もなく後半スタートです。今後半45分が始まりました。右エンドが青の徳島、左エンドが黄色の千葉です。奪った、さあショートカウンターになる、白井が運んで西谷が裏を取っていくが、ここで受けてシュートを狙ってくる、これは枠の上。どこでベンチが動いてくるか、ハーフタイムですでに田口に変えて小林裕介を投入しています。西谷が仕掛けてくる、中に入れて児玉、児玉からもう一度つないでシュート、白井先制に成功しました徳島。試合時間66分、白井英治の移籍後初ゴール。徳島らしいパス回しからでしたね、はい、西谷のドリブル相手を集結させた後、最後児玉を経由して日本3本エリアの中でボールがつながりましたね、まあ、人数もしっかりかけれてましたしね、シュートもきっちりとサイドーコースを狙った落ち着いた素晴らしいシュートでしたね。あ、今リプレイ見ますと鈴木大下げました、熊谷から秋山、隙間で高木が受けて切り込んでシュートを狙ってきた、枠の左、途中出場の高木、今のボールになった時のプレスもそうですし、こういう間で受けた後のゴールに迫っていく、そういう迫力も出てきましたよね、はい、まあ、これもファーサイドを狙うのではなくて近いサイド、キーパーの逆を突くような、そういう末吉、クロスが入る、逆サイド荒井気が競る、徳島これを書き出して今季初の連勝を告げる試合終了の笛が吹かれました。